はい、皆さんこんにちは、モロトフです。いかがお過ごしでしょうかね。今はね、5月18日23時ですね。まだまだね、ゴールデンウィークの連休のね、休みの気持ちが抜けない状況ですね。もう皆さんは抜け切っちゃって仕事、勉強、学校にね、邁進してますかね。私は全然そんな感じじゃなくて、ふとね、あの時に戻りたいなってなっちゃう癖がね、よくあります。そうそう。まずはじめに、一つ、感謝を申し上げたくてですね、一週間ほど前かな。私、Amazon で欲しいものリストっていうのを掲載させていただいてるんですけど、そこの中でマイクのスタンドをですね、ご購入いただいた、私の方にね、プレゼントいただいた方がいらっしゃいまして、すいません。ちょっとお名前が存じ上げないんですけども、ありがとうございました。早速ね、この収録でも、このスタンドを使わせていただいています。はい。で、もう一つね、私、前回一回プレイしてるですね、ステイというゲーム、あるかと思うんですけども、今、スチームで、販売されている映画、ソーのね、ホラー、サスペンスをイメージしたゲームなんですけども、それもね、ちゃんと日本語対応してるゲームで、こちらを抽選でね、3名の方に今日から1週間の募集で集いたいと思いますんで、ぜひぜひね、応募をよろしくお願いいたします。応募方法はね、いつも通り動画のね、コメントにステイくださいみたいな感じでお願いいたします。あと、YouTube のね、チャンネルのダイレクトメッセージ機能で送りますんで、ぜひ、こちらのチャンネルを登録いただいて、またチャンネルのダイレクトメッセージ受け取り機能をね、きっちり受け取れるって確認してね、応募ください。結構な確率で皆さんね、コメントで希望いただいてるんですけども、プライベートメッセージっていうんですかね、ダイレクトメッセージが送れない状況で、泣く泣く違う方にっていうことをやってますんで、よろしくお願いいたします。はい。そしてね、今回もお気づきだと思うんですけども、私のね、キャラクターを作ってみました。どうでしょうかね。これはね、アイクロン7っていうアニメーションを作るね、ソフトで作りました。前回のね、キャラクターの動画見ていただいた方はわかると思うんですけど、ちょっと違うんですね。前回は、ムービーズっていうソフトウェアで作ってみました。このね、アイクローン7の方がなかなかいい仕上がりなのかなと思ってまして、こちらをね、今後使っていきたいと思います。はい。今回の雑談のテーマとしては、YouTube 投稿者の、考えていることっていうのをね、お話ししたいなと思います。あくまで私の考えだということで、よろしくお願いいたします。特にね、私みたいな YouTube 投稿者であんまりチャンネルがね、大きくない、人がこういうのを語ることによって、まあ、よりね、生々しい、投稿のね、悩みとかね、お伝えできるんじゃないのかなと思いますね。ひょっとしたらね、今後の、YouTube の動画の見方自身がね、皆さん、ちょっとだけ変わるかもしれませんね。そんなことを期待しまして話したいと思います。現在の YouTube はどんな市場かっていうのからなんですけど、ま、現在の YouTube っていうのは動画投稿者にとってはもうすでに競争が激化しきった場所となっているのかなって思いますね。まあ、いわゆる成熟した市場っていうんですかね。うん。もう創世期は終わって、今はもう成熟に入っているというような状況なのかなと思います。なのでね、例えば今からね、YouTube 投稿したいっていうことになると、まあ、月並みのね、動画では視聴者には全く見てもらえない。つまりね、この YouTube のね、海の中にね、こう埋もれてしまうようなね、大きなね、デメリットがあると思いますね。そして逆にね、言うとメリットとしては、誰もがね、最低限の機材を用意すれば容易に参入できるっていうのがこれ YouTube で非常にいいとこですよね。そして、先ほど言った市場がね、成熟しきってるっていう意味だと、YouTube を見る人口っていうのも、まあ多いんですよね。すでに多い人たちが、多くの人たちが YouTube を知っている、見ているっ
ていうことから、目の前にはね、あの大きい市場が開けてますよっていう、そういうことが言えますね。これらね、メリットデメリットは主にこれから YouTube を始める人にはね、ぜひね、知ってほしいポイントだと思いますね。で、動画を見てもらうにはっていうことに関しては、まあこれまたね、この大きい市場でどのようにしてチャンネルを、そして動画を見てもらえるかを考える必要があるのかなと日々日々思ってますね。つまり自分のね、チャンネル、そして自分の動画の強みを自分で理解しておく必要があるのかなと思います。ただね、自分のチャンネル、動画のね、強みを追求する前に、見てもらえるチャンネルの共通点っていうのを理解しておく必要もあるのかなーっていうのも思ってます。で、見てもらいやすいチャンネルっていうのは何？ってなると、まあ、いくつかね、あんのかなと私は、思ってます。それは一つ目、継続してね、動画を投稿すること。これがね、大切なのかなと思います。いわゆる継続性っていうやつだと思いますね。で、もう一つは一貫性を持ったチャンネルであることっていうことかな。つまり、見てもらいやすいチャンネルっていうのは、このチャンネルに行くと求める情報がピンポイントで手に入るとかね、タイムリーにね、手に入るとか、簡単に手に入るとか、たくさん手に入るとか、そういうことですね。ではね、話は戻って、自分のチャンネルの強みを追求するっていうことですけども、これがキーワードになるのは、自分の強み、そしてニッチを狙うっていうことだと思います。私のね、考えるとこではですけど。で、ニッチの定義はね、すでにご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、市場でね、大手が進出しない小規模な部分のことを示しますね。分野っていうのかな。つまり、一般的にね、普通に気づきにくいところを探して、そこをコンセプトとしていく必要があると思います。例えばね、じゃあどういう YouTube チャンネルがそういうのに当たるんですかっていうと、パッとね、例として思い浮かんだのが、日本製のね、バーベキュー関連グッズをスワヒリ語で日本人が紹介するチャンネル。ちょっとわかりづらいと思うんですけど、これってでも、できると完全なニッチだと思うんですよね。まあ対象者は誰っていうと、当然、アフリカの人、スワヒリ語をね、話す人、そしてバーベキュー製品、バーベキューに関心がある人、この二つだと思うんですけども、このね、ポイントとしては難しいのは、チャンネルを見たい人っていうのが果たしてどんだけ視聴者がね、ポテンシャルとしているのかなっていうのは、もしそういう能力あってやれるぞってなった時には、事前にね、調査する必要はあるかと思いますけどね。まあ例がかなり突飛ですいません。つまりね、言いたいことっていうのは何かっていうと、普通の人が一般的にできない体験や身につけていない特殊なスキル、そういうのをね、持っている人がそれを強みとして動画を作ることがとてもね、重要だと思います。これをね、実際見つけるっていうのは非常に難しいんですけども、普段からね、自分の強み、そしてニッチ、この二つを意識して生活しているとね、まあ何らかは見つかるんじゃないのかなとは思いますね。まあこれは特に若い人がもし聞いていると、自分のね、価値探しみたいなもんかもしれないですね。そういう観点からも面白いと思いますね。YouTube だけじゃなくてね、今後の自分の将来っていう意味でですけどね。じゃあね、具体的なね、例をね、いくつか、ここからお話ししたいなと思います。まあ、さっきのね、強み、ニッチっていう観点から簡単に話しますと、私が自分自身のね、このモロトフカクテルゲーミングのチャンネルの強みとニッチは何かって言われると、やっぱりね、海外のインディー PC ゲームを日本語で紹介しているっていうことになると思います。YouTube の、なんだろうな、投稿者の端くれとして、日々様々なチャンネルを見てて思うんですけど、私にもね、あるように、おそらく多くの YouTuber は自分の強みやニッチを生かすためにね、自分なりのノウハウがあると思います。時にね、そのノウハウっていうのは、
他の YouTube 投稿者からヒントを得ているものもあるだろうし、完全に自分のアイデアであるものっていうのもあると思うんですね。私もね、まあ結構 YouTube が大好きで、テレビはもうほとんど見ないんですけど、まあそういった観点で、投稿者の観点でも結構いろんな YouTube を見るんですけども、その中でね、まあ一つ、具体的なね、ユニークな、YouTuber を挙げるとですね、これは海外の YouTuber なんですけども、チャンネル登録者数が1000万人を超すアメリカのね、しかもアジア系のアメリカ人の YouTuber なんですけど、その人の名前はね、ライスガムっていうんですけど、彼はもともとね、FPS のゲーム実況者だったんですね、始まりは。でもね、ある時点から他の YouTuber の動画への過激なリアクション動画を投稿したのをきっかけに、その投稿者数っていうのを大きく伸ばしたと言われてます。私もね、その時にリアルタイムに知ってたわけじゃないので、ちょっと後で、調べたり、過去の動画を見て、分かりました。でね、彼は YouTuber として成功していく過程で、何をやってたかっていうと、ブランド製品をね、買い漁ったり、大きな家に住むようにね、なったりね、いわゆる、サクセスストーリーを今まさに地で行くセレブな自分みたいなのをね、どん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  YouTube を通じてね、見せるようになったんですよ。で、それがさらに話題を集めて、おそらく投稿者を増やしていったと。そしてね、彼の賢さがね、垣間見れるのは、自分のね、弱みをね、補うかのようにね、彼に近しい影響力を持つね、YouTuber たちを、そのね、大きな家に次々と招き入れるんですね。そのグループの中には、Instagram で影響力を持つね、お色気たっぷりのね、女性なんかも、含まれているんですよ。 YouTuber じゃないんですよ。そしてね、最終的にそれをね、グループ化してクラウドギャングっていう名前を名乗ってね、彼はそのグループ内で、まあもしくはグループ内外でね、起こるね、日常的な出来事を動画として投稿してってますね。これはね、私見てて思うのは、まるでちょっとね、10年前ぐらいかな、一昔海外のテレビで流行ったビッグブラザーっていう番組をちょっと彷彿とするなぁと思ってまして、ビッグブラザーってどういう番組かっていうと、すべてのね、場所にカメラとマイクが仕掛けられた家でね、十数人のね、男女を共同生活させて、彼らの生活から、まあ、友情、恋愛、対立に至るまでね、すべてを放送するっていうね、過激なリアリティ番組で、結構話題になったんですよ。日本ではやってなかったと思うんですけど、まあ実際にさっき言ったそのライスガンもね、他のグループとのね、いざこざとかね、あとは、まあもともとやってたゲーム実況にね、プラスゲーム実況をしながら隣でね、そのセクシーな女性がね、お色気をちょっとね、チラリみたいなのをやったりね、そういった内容をこう掛け合わせたり、またね、大金をね、使って丸々やってみた的なこともやってるし、あとは、自分でね、音楽を作って YouTube に投稿していたりね、もう何でもやってるって感じですかね。まあ、それが一つの、要は彼の才能だったと思うんですけども、そういった YouTuber もいますね。まあ、このね、話の続きとして、日々私が考えるね、YouTube の投稿者からの目線っていうのを、もし興味がある方はね、いいねをしていただいたり、コメントいただければね、作っていきたいと思います。結構私毎日毎日それ考えるのが好きで考えてるんですけども、皆さんはね、どういった視点でこう YouTube を見ていたりしますかね。まあ我々のね、このモロトフのチャンネル、どういった期待を持ってね、見ていただいてるんでしょうかね。そういったご意見いただけると非常にね、助かります。またね、このチャンネルがね、こういうとこないから惜しいよなとか、こういうことしたらいいのになみたいなね、ご提案もあるとね、まあ、全てが全てそうすぐできますという話では決してないんですけど、あ、そう思ってるんだと、ならばちょっとこういうことをやってみようかなみたいなね、次のね、ステップのヒントにしていきたいなと思ってます。楽しめたらいいねボタンよろしくお願いいたします。またね、チャンネル登録もぜひお願いいたします。それでは。